こんばんは。未来に残したい授業、大丸子です。このチャンネルは、普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくチャンネルです。今夜は、西田良介さん、社会学者の西田良介さんと、批評家の藤田直也さんをお招きしています。こんばんは。こんばんは。 この講義というか授業というかイン,インタビューはですね民主主義とメディアということを大きなテーマにおいてお話を伺っていってるんですがお二人には前回もお話しいただいてで今日はですねその中であのアイデンティティ政治についてちょっと詳しく学んでみたいと思いお二人にこのテーマであの伺っていきたいんですがアイデンティティ アイデンティティっていう言葉はねあの結構一般用語としてまあ自己同一性自我同一性とかそういう感じで知られてると思うんですけどそれが政治とセットになったアイデンティティ政治っていうのは、うん、あのよく何なのそれって思う方もね結構いらっしゃると思って私もちょっと前までそうだったので、うん、そもそもアイデンティティ政治っていうのは何なのかっていうところから今日伺っていきたいと思うんですが あのこれは賛否両論ね、はい、そのアイデンティティ政治について意見あるんですが、まあ、そもそものところ、どういう意味なのかっていうのを、藤田さんにまずお伺いしていいですか。はい、あのまあ基本的には、アイデンティティということを一つの軸にした政治的な状況ということで、でまあ、例えばアイデンティティって言っても、人間が成長していくうちに変化していくアイデンティティというよりは、その人たちの属性みたいな意味合いが強くて、うん、例えば、障害者であるとか、うん、女性であるとか、 あるいはま性的なマイノリティ、まあ、LGBT であるとか、そういう集団をの利害を重視して、その集団を一つのものとしてくくっちゃった上で、その利害を中心に、えー、政治的な線を引いて、えー、人々をあるアクションなり、行動なり、発言に駆り立てていくというタイプの政治運動を、これをまあ政治アイデンティティ政治と基本的には言います。わ、まあえー、かりやすく言ってしまえば、マイノリティたちの声。 を表に出して、それのその声をまあ、えー、世世間にぶつけて、そのぶつけられた世間がそれに応じる、そういう形で世の中の状況が動いていくっていうのがまあ基本的なアイデンティティ政治の、えー、まあ一番わかりやすい考え方かと思います。はい。だから例えばその私がね選挙で投票する際に、うん、女性のあの候補に。うん 同じ女性だし、女性に頑張ってほしいな、社会的にもっと躍進してほしいからみたいに考えるのも、アイデンティティ政治の一環です、ね、あも,もちろんそうですね、例えば2016年のアメリカ大統領選が、うん、アイデンティティポリティクス、アイデンティティ政治が中心になったと言われてて、例えばトランプというのは白人とか男性とかを重視し、アメリカファーストといって、でまあ、ラテン系とか、部法移民を排除するというタイプのアイデンティティを。 の重視の仕方をした一方でヒラリーさんは、えー、女性とかあるいは黒人であるとか性的少数派を大事にするといって要するにその2つのどっちを支持するかどっちにシンパシーを抱くかで、えー、政治的な投票行動が分かれたということがまあ起こったんですよだからまあ,、うん、あの大丸さんがおっしゃってるような投票の仕方は、まあ、まさにすいません、うん、まさにあのそう考えると、まあ、自分がマイノリティの 立場にねあのいたとするとその候補があのマイノリティを支持すると言って、うん、あね制約公約を掲げていたらそれに賛同していくのはいいことなのかなっていうふうにも思うんですけどこれにはその問題点もあるっていうことでアイデンティティ政治そのものにはね、うん、どういう問題点があるんでしょうか もう一気に言っちゃっていいですかね。そのまあ、アイデンティティ政治自体は基本的に弱者とかマイノリティとか、これまで表に出てなかったような声が人にと出て届くようになって、それを人が聞いていって、社会が包摂したり、寛容になったり、配慮するようになる、まあ。その点はすごくいいっちゃいいんですよ。うんでまあ、そこはいいということは大前提の上で、えー、それがちょっと蔓延しすぎた今は少し問題が出てるかもしれないという、まあ、議論が、まあ、出てきてるわけですが。 まあ、そもそも大前提として、アイデンティティ政治の理論っていうのは、左派の政治理論なんですよ。ですごい遡るんですが、はるか昔はマルクス主義というのがあって、えー、右派だと国民とか民族という集団のアイデンティティに訴えかけられるのを、左派はそれができないから、例えば資本家とか労働者階級っていうのを作ってたんですよ。だけど、それがマルクス主義と社会主義が、ちょっとまああの信用をなくしたというか、冷戦が終わったり。 えー、実際の資本主義と社会主義の状況が、まあ、資本主義民主主義の方がいいんじゃないかっていうことになったんで、えー、説得力を持ちにくくなったそれぐらいから民民族とととかかか第三世界とか、ね、植民地のの問題にサハの理論が行ったんですよで、えー、だからそのかつての階級とかに代わる世界中の人たちをつなぐで連帯を作るようなある集団を指す概念をサハは推しててずっと探してたんですよ。うん で2000年代にはマルチチュードっていうのがはやったんですよ。ええー、知らない。グローバル資本主義に支配されてる多種多様ないろんな人々の集合としてマルチチュードっていうのを作ったんですが、だけどその後に2010年代に出てきたアイデンティティっていう集団を指す概念については、すごいはやってネットとかでも社会運動でもすごいみんなやるようになったんで、そこで今ちょっと。 新しいい問題が、まあ、出ててきちゃってるななという状況認識なんですよ、まあ、例えばフランシス・福山とかがまあそういうことを言うわけですが例えばそのアイデンティティポリティクスの問題っていうのは、まあいろんな人たちがいろいろ言ってるのを簡単にまとめると基本的には本質主義な部分があるわけですよ。男は男女は女で一括りにくくっちゃうわけです。政治運動として一括りにしないと力持たないから。 せざるを得ない戦略的な本質主義と呼ばれるんですが、だけど、本当は違うわけですよ、みんな一個一個。現実の人間は違う、例えば、セックスワーカーの人たちが今、よく議論になってて、揉めてますが、例えば、売れっ子 AV 女優と最下層のセックスワーカーでは、境遇が違うわけですよね。だけど、セックスワーカーとか女性ってことでまとめると、 なんかみんな同じじゃなきゃいけないみたいになってしまって、逆に問題が生じるわけです。<laughs> お金持って売れる子と売れてない子じゃ全然違うわけだし、女性の中にもセックスワークをすごい嫌だって人と、超喜んでる人の両方がいるのは当然なわけですよね。うん、そういうなんか差異が見えなくなるということが、まあ一つの大きな問題として言われています。要するに、その男は男、えー、金持ちは金持ちとか、えー、日本人は日本人みたいな。 こえー、差異をなくしてしまうと、結局、分断が生じて、みんなね、うん、ある集団、自分が属する集団は対応に見えて、自分の属してない集団っていうのはあのー、対応性がないように見えて、結構雑になるんです、認識が。差別のメカニズムと同じで、要するに外国人は全部怖いものに見える、自分たちは親しいように見えるっていう、同じようなことが、あらゆる集団に送るわけですよ、アイデンティな集団り 偏見と同じですから、相手のことを理解しようとしなくなったりして、無駄な争いがいっぱい起きる。で、えー、分断が起きて、民主主義が機能しなくなって、理性的な対話や他者の理解の努力が行われなくなって、えー、いわゆるリベラルデモクラシーが前提としている理性的な討議を中心とした公共の利害に対する、まあえー、意思決定みたいなものが、機能しなくなるんじゃないかと言われているのが、ヨークの議論で、割とそれは保守派がね、えーうん 心配していることで、でまあ、いろんな人たちがそのいわゆるラディカルデモクラシーという理性的な討議を中心とした民主主義以外の感情的な争いも含み込んだ民主主義の新しい形はどうしたらいいかなみたいなことを今議論してますが、まあ、基本的な問題はやっぱり分断とアイデンティティごとの偏見の情勢、それによる民主主義のリベラルデモクラシー、理性的な討議 を中心としたコンセンサスの形成というリベラルデモクラシーの機能不全、このあたりがまあ、えー、大きな問題として今言われていることです。はい、ありがとうございます。あの早速ね、もう視聴者の方からも質問が寄せられていて、ちょっと視聴者の方の質問にを読んでから西澤さんのお話を伺いたいと思うんですけど、はい、視聴者の方へとっと卓庵さんが最に敏感なのがアイデンティティ政治ではなかったのかっていうふうに。 おっっしゃってるんですけどもともとの起こりとしてはそうだったけどだんだんそうじゃなくなってきてるってことなんですか、ね、えっとその才に敏感であることは確かなんですがマルチチュードとかはもっと細かいわけですよ、うん、その,でそ,のもっとその前のその才に敏感な理論っていうのはたくさんあってその一人の人間の中の個別の差異とかあるいはアイデンティティが流動していくとか、うん、バトラーとかが言ってることなんですがそういうことに注目した理論が。 2010年代以前はあったんですが、その解像度がな悪くなって、割と単純化してるんですよね、男は男、女は女みたいに、それ多分インターネットの SNS で流行するためにはその解像度じゃなきゃいけなかったからそうなったんだろうと思うんですが、うん、アイデンティティポリスクスの理論っていうのはもっと繊細で複雑なんですが、現実の SNS を中心に実行されてるもののレベルでは、やっぱり非常な単純化っていうのが起こってるなっていうのが、えー、現状の問題だと思います。 ありがとうございます。あの、今ね、問題点を伺うと、まあ、その分断が起こりやすくなる、まあ、排他的になるというか、自分のアイデンティティじゃない、その属性の人たちに対しては、こう、敵視しやすくなるんじゃないかなって、私は感じたんですけど、西田さんは、あの、アイデンティティ政治はそう、 悪いいもんじゃない特に日本においてはっていうふうにちょっとおっしゃっていたことがあったのでそうですねい、はい、ちょっといくつか確認しておく必要があると思います。<laughs> えー まずそうです、ね、男性、女性は大変分かりやすい性差だと思いますけどさ、うんえっと、まざ、あ、まなその性別に起因する諸課題っていうのは日本で今も残り続けているという現実があるというところが大きいんだと思うんですね。例えば男性性と女性のの年収の差 とか、うんえー、正規雇用者の比率、まあ、これは裏返すと非正規雇用者の比率とかですね、えーまあ、大変あの男性女性っていうのは昔風っていうのかあ、うん、プリミティブなあ区別だと思いますけどそのプリミティブな区別でさええー、大きな歴然とした、まあ、格差あるいは あ不公平あ非公平性というのが残っているというところが重要だと思います。で、まあ、そのような状態において、例えばその男性、女性をめぐる問題があについて、えー、例えばですよ、えーまあ、そういった運動をすることとか、アイデンティティポリ,スポリティクスとかあ、そういったものが過剰であるとか、あそれから何だろうなあーうーん、まあ、特に過剰性かな。 アイデンティティポリティクスが過剰であるというような言説が、まあ、なされるということは、まあ、僕はそのこと自体が大変不公正だと思いますね、その時点で。えつまり、プリミティブなあ線引きでさえ、 え問題群が残ってるさらに細かくいろ、えー、んなですね、例えば今風に言うと LGBTQ とか、うんあとかとか、もっと細かないろんなあアイデンティティのお区分というのは可能だと。で、そうなってくるとですね、おそらく先ほどの藤田さんの話にもあった通り、うん、えっり、その問題の多様性とか、あそれから複雑性いもっと増していくと。 いうことは明白なんだと思いますね。といったときに、えー、っと、そのような、あまあ、今申し上げたのは、まあ、精査をめぐる問題ですけど、それが過剰であるという言説は、すでに存在している諸問題を固定化することにつながると思いますね。うん でそれからもうちょっと、まあ、先ほどの,あの藤田さんからの,その歴史的なフォローアップっていうのがあったと思うんですけど、ちょっと僕なりの,あの認識っていうのを付け加えさせていただくと,、えっと、アイデンティティポリティクスと呼ばれるようになったのは確かに近年のことだと思います。しかし、例えば女性解放運動とかですねフェミニズムとかああいうような言い方をするのであれば、例えばそうですね、ジョン・スチュアート・ミルに遡っていくのであれば、19世紀にはですね、えー、女性の解放というような、 今今多分絶版になってると思うんですけど古い本とかがあってそれは多分19世紀に書かれた本だと思いますね。でミルは男女の格差の是正ということ、まあ、かなり早い時期に訴えた人だっていうふうに言われて いま,すまあというようなところから始まって、えーまあ、戦前の日本にもですね左、えー、派の運動の中には女性解放運動だったそれから女性の参政、えー、権を求めるような運動もあって、まあ、しかしながら残念ながら形としては結実することがなくって、えー、女性の参政権 えですね。それから、男女の普通選挙の実施っていうのは、第二次世界大戦終わるまで待たなければいけなかったというようなところがあるわけです。で、まあ、戦後に目を向けてみても、フェミニズムの波っていうのはですね、なまあ、何度もあったということが指摘されています。で、まあ、そういうものが、 まあ、複雑に合流するような形でですね、まあ、アイデンティティポリティクスと呼ばれるようなで、アイデンティティポリティクスの議論が、まあ、2010年代の議論だって話もあったかと思うんですが、例えば、性政治っていうことを風光が言い出したのはいつなのかとか、まあ、あの社会学に引きつけていうと、アンソニー・ギデンズがいつ言い始めたのかということで言うならば、まあ、90年代の話なので、僕の理解では、アイデンティティポリティクスというのは別に、まあ、今、注目されてない今だけれども、 おまあ、いろんなルーツと多いうのはですいもっと,いもっと,、えー、と古い時代から脈々とあったものが合流して、大きな流れになっているのが、まあ、今の問題じゃないかというような気がして、えー、いますで。といったときに、まあ、とりわけ、まあ、あのちょっと他お二人はよく分かりませんけど、えー、と僕の場合だとですね、まあ、これいいのか悪いのかよく分かりませんが、えー、と中年のお、まあ、ヘテロ男性だというような言い方をするときに、まああのそのでまあ これ大学の教員っていうのがどの程度権威性があるのかとか、まあ日本の社会においてどうなのかとか、まあいろんな取り方がありますけど、はい、一般論として申し上げるとですね、まあなんていうのか、ある種の権威主義的な側面があるといったときに、まああの、よく見かけるのがその、なんていうのか、アイデンティティポリティクスは過剰であるっていうような言説を、 まあ、その、ある種のオピニオンリーダーとか、あ知識人とか、まあ、言うっていうところがある。で、だけれども、冒頭申し上げたように、様々な諸課題というのは、特段解決されないまま、今も横たわっていると,といったときに、それがとりわけ、その、いわゆる強者弱者といったときに、で、具体的に強い立場にある。例えば、障害年収とか、まあ、大学教員に関連してみてもですね、まあ、プロパーの正規教員に注目するならば、まあ、基本的には障害年収も高いと。 ね、言ったときに、まあ、そこからアイデンティティポリティクスは過剰であるという言説が、まあ、発言され、流通していくことには、まあ、やや懸念を覚えますね。でなので、まだ日本においては、あまあそのまあ、男女という、まあ、大変シンプルな線引きでさえ解決されていない問題がたくさんあるので、まあ、アイデンティティポリティクスは過剰であるという言説を、まあ、少なくとも、まあ、僕ならあ、僕が言うことに対しては大変抵抗があって、僕はまあ基本的に言わないようにしてますね。 いかかがですか藤田さん、うん、まあその、まあ、女性とか、えー、民族的な少数派とかがその諸課題を解決するためにこの戦略を必要として採用してるということは、うんまあ、僕は十分承知してて、まあ、昔は割と僕はそれを応援してるというかむしろ乗ってる方だったんでそのことはよく理解してはいるんですが、うん、やっぱ最近の状況っていうのはこのやっぱある戦術とか戦法っていうのは その少数派だけが使うわけじゃなくて、すぐに反転して相手にも使われるという問題が生じてまして、例えばアメリカではそのアイデンティティポリティクスに反対して、要するに白人至上主義みたいなものが白人とかアメリカ人のアイデンティティみたいなことを主張するようになる、うん、あるいは、えー、日本の場合は弱者男性みたいな、うんえー、要するにフェミニズムの人たちは男性を批判するが、しかし自分たちは弱者である。 というようなアイデンティティがまが、あ、出てきたり、あるいはよく目立つのは日本ではオタクっていうアイデンティティですよね。うんうん、オタクみたいなことを悪く言われたらすぐ攻撃するとか、えー、そういう現象がやっぱり生じてるわけですよね。そのいわゆるマイノリティ、えー、公認された、えー、黒人とか、えーはえー、あるいは女性とか同性愛者的な、えー、マイノリティの集団だけじゃなくて、他の集団も自分たちに使うわけですよ。その いわゆるネトウヨって呼ばれてる人たちだって、ある種の日本人というアイデンティティを使ってる可能性があるわけで、そういうふうに反対側の自営も使うようになってしまったときには、ちょっと考え直さないと、まずいことが起きるのも間違いないんです、つまり多い方が強いですから、民主主義においては。ここら辺の問題はしっかり考えないと、ちょっとえまずい段階に入ってきてるんじゃないかと、その女性がたちの不平等、不公平、あるいはマイノリティの苦労というのは。 よよくよく承知の上で、それを直さなきゃいけないというのは大前提の上で、しかし副作用の部分みたいなものはちょっとずつ直していった方がいいかもしれないなと僕は感じますね。 うんですね、今、例に挙げられたのはアメリカの例ですよね。アメリカの場合だと、例えばファーマティブアクションとか、うん、まあそういうものを導入してからずいぶん時間が経っていると思います。それに対して日本の状況、どうかということを考えてみると、例えば今回の参院選挙ありますね、自民党、まあ、与党ですけど、候補者に占める女性候補者の比率3割以下ですよね。参院えー、っと比例区に注目すると、3割近い、まあ、過去最高というふうに言ってますが、あ えー、比例区とそれ全国比例とそれから選挙区両方を見てみると、まあ、3割ぐらい状況だと思います。なので日本においてはまだまだそういう状況にないんじゃないかと思いますね。でまあアメリカの場合だと確かに、まあ、女性優勢とか、まあ、そ,うそういうもそれから白人があで人口比率で見たとき明確に白人はマイノリティに転じてしまってるわけですね。で日本でそういうういいい状況生じてるかというと,ちょっと そういう状況というのはあんまり見られないっていうのか、あの大企業の役員でもそうですし、なんかほとんどそういう状況にはないので、なんか今そういうことを言う段階にあるのかなっていうと、ちょっとないんじゃないかっていう気がしますね。うんうん、で、おそらくその、例えばあー日本に MeToo とか、うん、ある種その一般論として、えーまあ、そのアイデンティティポリティクスの過剰性みたいなことが言われるようになったムーブメントが来たのは、うん、せいぜい、まあ、過去5年程度の話で、 でそれが実態にどの程度影響を与えているのかっていうと、まあ、なんていうのか、ネットでその炎上が起きるとか、あそういうことはまあ,あるにせよ、ですね実際の,その現実社会っていうんですか、そういうところを見てみたときに、まあ、多くの,その現実問題には特段影響してないように思うんですよね。なので、アイデンティティポリティクスの過剰性の問題を、まあ、ことさら日本で取り上げるような段階にはまだないんじゃないのかというのがまあ僕の見立てですね。うんうん まあ確かにミート運動とかで指摘されてるようなまあ性暴力とか、その辺の実態は本当にひどいもので、それをなんとかするための力として、ある種のネット上の炎上なり、集団的なまあコメントの殺到なり、クレーム攻撃をするなどの行動は、僕は理解できる部分は当然あります。だ,だけど、状況,状況ってそうなんですが、しかしその分、で嘘をつく人もいるでしょう、その中にはね。 えー、つまりその戦略が有効になってしまった後に、それを使う人たちもいて、その本当じゃなくても、えー、いいわけですよ、もう人が炎上させてしまえば、そしたら、まあ、うん、リンチになるわけですよね。で、あるいは、まあえー、西田さんも耳を傾けすぎる政府ということを言ってましたが、要するに、えー、この今のアイデンティティポリティクスっていうのは、ネット上でのポピュリズムを背景にした圧力を力として使い、えー、自分たちの望む、えー、理想の政治状況を実現しようという。 えー、戦術ですから、その戦術自体はどっちも使えるわけですよ。例えば、えー、表現の不自由点を愛知トリエンナーレで、うんえー、中止させようとした勢力だって、要するにクレーム攻撃ですよね。で、あるいは、まあなえー、企業が SDGs とかをやるのも、要するに、えー、ナイキが、えー、ちょっと差別的な発言をしたら、株価が4兆円ぐらい落ちたんだ,だったかな、売り上げか株価が <laughs>、えー。そういう被害を、ね、ネット上の印象で、えー、印象っていうかな、評判で受けるから、 対応しなななきゃいけなくなってるでまあおそらく大学とか政府もそうで、そのことの総合的な帰結として起こる状況がいいのか悪いのかっていうのもなかなか怪しいわけです。その耳を傾けすぎると、ネット上のいわゆるポピュリズム的な世論が、すごくまあ国の行方っていうかな、企業や国の行方を決める状況になりかねないわけですよね。 まあ現実にはまあもっと熟議なり審議なりがあって、ネット上の意見をどこまで聞くかっていうのを判断してるんだと思うんですが、今、政治がネットの状況をソーシャルリスニングして、そこに対応するように、トランプもずっとやってましたが、すぐにやるようになると、ネットのボビリズム的な世論が、政治家の発言なり、官僚たちへの命令なりに影響してくる可能性っていうのは十分考えられると思うんです。だから、多分日本はトランプヒラリーえトランプ現象以前の手前ぐらいにいるから、 今、抑えとけば、そっちの悪い状況になるのは防げるような気がするんですよそのこえ。議事堂みたいなところを襲撃するような事件があって、死者もたくさん出てるし、まあ、たくさん銃撃戦も起きてますが、えー、そこまでエスカレートする手前で食い止められるチャンスが今なんじゃないかと僕は正直思ってるんですよ。そのいや、分かるんです。その政治的な状況として優先すべき課題がこうだからそれを、えー、足を足引っ張る よ僕別にんて言うのかヘテロ男性ですのでこの問題についてあんまりそのコミットメントもしてないし関心もないし多分一般,の一般的には寝売り弁のなんていうのかなあ、まあ、寝売り弁の人だっていうふうに思われてると思うんですよね。 でまあだけでなので戦術として有効かどうかとかうんそういうことっていうのはあまり関心がなくてまあしかし普通に考えると男性と女性の精査をめぐる問題日本にはやっぱり解決されてないことが大半だと思うんですねでそれからまあアメリカのような状態これは当然好ましくないと。 直感的には思う一方で、しかしそれを何も起こる前に抑制してしまうということによって、それこそ政治的な問題意識の周知とかですね、まあ、そういうこと起きないんじゃないか、うん、まあそのことが、例えばこの男性女性を巡る問題とか、まあ、マジョリティとマイノリティをを巡る問題とか、いつまで経っても格差が固定された状況というのは続いてるんじゃないかというような認識を持って。 えーいますまあ、だから言い方を変えると、そうですね、未然に防ぐ必要っては案外なくって、まあ、その犯罪にならないように、えー、つまり、えー、法律に抵触しないような、まああの、基本的には抵触しないのは僕は好ましいと思いますけど、うん、範囲でさまざまな形の異議申し立て活動が実際に具体化されて、えー、社会に露呈するということが重要なのではないかと思っています。 でまあ、それそれ違法行為だとすれば、まあ、それは粛々と法に基づいてです、ね、えー、適切にまあ処理されていくというのが良いのであって、まあ、何も生じる前から、例えばあんな可能性がある、こんな可能性があると言って防いでしまうことがです、ね、まあ、この国のある種の硬直性とか、うん、あ閉塞感とか、あダイナミズムのなさとか、まあ、そういうことと関係してるんじゃないかなという気がしますけどね今のねお話を聞いてて、私が思ったのが、 そのアメリカと日本で大きく違うことって、まあ、宗教に関することもそうだと思っていてアメリカってとはいってもまだクリスチャンというかねキリスト教の人が多くて、まあ、教会に行ったりっていうなんだろうその中間共同体みたいなところが予想ですけど日本よりはまだ根強くあるんじゃないかなっていう点とあとその西田さんがねこのぶっちゃけ <laughs> 誰が国を動かしているのか教えてくださいの中で書いててすごい面白いなと思ったのがその日本ってデモをするのもすごい大変というか警察にこう申請しに行かないとデモすらできないっていうことで海外ではもっと容易にデモが起こせるらですよね私も分かってないけどその他国の状況よく分かってないですけどそう書かれていてだからデモが起きてるのとかもほとんど見たことない中でその異議申し立てっていうのを 確かにしづらい、まあ、中,その中間共同体もないしデモとかも起こしづらいしっていうのでそれは本当に実感としてそうだなっていう気はします。 そうですね一般的にはデモは異議申し立て活動で、まあ、その表現の自由と強く関係するというふうに考えられているので、まあ、これを極力規制しないというのが標準だと思いますで。それに対して日本では合法的なデモというのは事前にですね道路使用許可申請というのをです、ねうん、モイルの警察署に出していかなければいけないと。 こういうよういよな状況ですね第3がおっしゃってるようにのとはちょっと違って、デモは起きてないわけではなくて、例えば、うん、えと逆に首相官邸前とか、あそれから霞が関とか、あの霞が関とか行くと、なんかこう数人で立ってらっしゃる方と結構いるんですよね、はい、あの官邸前とか、もそうです,す、ね、あの議事堂とか、国会図書館のえと角のところとかもそうですよね。うん で、まあ,あの、なんていうのか、よ,これよくも悪くも日本では、その異議申し立て活動自体が、まあ、その逸脱行動という、いうん、逸脱行動というのかそのしあの、意味がある逸脱行動だと社会的に受け止められていないと思いますね。で、本来であれば、健全な姿というのは、意味がある異議申し立て活動だと社会が受け止めるというのが基本だと思います。で、まあ、こういったねじれがある中で、まあ、その、とりわけ、 えーまあ、僕も藤田さんも大学の教員ですし、一般的にはそのカテゴリーとしては、教者に属するし、まあ、そのどうなんでしょうね、藤田さんの,その認識っていうのはよく分かりませんけど、おまあ、その発言の範囲っていうのが一定程度、何かこう権威性を持って受け止められるような、うん、あ立場にある、まあ、人間が、えーマイノリえー、アイデンティティポリティクスっていうのは過剰であるというようなことを言う段階には、今、日本ではないんじゃないかなっていうのは、僕の認識ですね。 過剰というか、まあ、事実とずれてるだろうと、そのつまり人間のね、多様性と多元性っていうものがあって、それを単純な言葉のカテゴリーだけで判断するのはちょっとおかしいんじゃないかというような問題で、でもそれはつまり政治っていうのは、どう線を引くかが政治なわけですよね。うん、どう線を引いて敵と味方を想定してっていう概念の操作のレベルが政治なわけですよ。で、アイデンティーポリティクス自体に、 問題があるというか、その線の引き方の敵味方の作られ方をされていること自体を相対化しないことが僕は問題なんじゃないかというふうに感じるんですね。線はいっぱい引けるわけですよ、その弱者男性、強者男性とか、あるいは経済的な問題とか、フランシス・福山のアイデンティティ政治の批判の中心というのは、つまり階級とか貧困とか、もっと改善すべき問題がな、まあ、くされる、他の線の引き方の。 可能性というのを失わされて、それで見えなくされるものがあるということが、うんえー、やっぱりアイデンティティポリティクスだけになることの、えー、問題として、やっぱあるのは確かですよ、うんうん、どうかな、フランシス・福山は、保守の論客ですよね、保守、うん、の論客が、まあその、藤田さんもおっしゃったように、左派のムーブメントであるアイデンティティポリティクスや、あそういったものをそのようなもので批判するというのは、まあ、当然のことだと思う,、うん、思うんですね。 でまあ、それに対してその線の引き方がまあ多様であるとてそ,そうなんだけれども、日本においてその線の引き方っいうのはそれほど多様になっているのかとか、それからその線の引き方が社会的にまあ認識されて、受け止められて、それが妥当だなというようなことが起きているのかとか、それからその線の引き直しがそもそも行われているのかというと、まあ、そういう段階にはないんじゃないかという、まあ、見立てですかね。だからつまりその、まあ、悪い言い言方をすれば ネットで多くの大衆的な人々が理解できる範囲の線の引き方しか流通してできないわけですよね。うんというよりも、ネットっいうのは大変限定された空間ですので、一般的なその、なんだろうな、あまあ、権力空間とか、うん、あそれから、まあ、先ほど申し上げたように分かりやすいのは、いろんな各種のデータだと思いますね。えー、例えば男性女性女のの格差の問題とか、うん まあ、そういった、それが進学率にもこれ明確な格差があります。4年生大学の進学率の差も男性女性で日本の場合は顕著です。で、まあ、そういったものが、まあ、是正されて、で、まあ、他の戦費っていうのもあり得るなとか、うん、わかりませんけど、男性女性で引っ張ったときに、女性の方がこれをもう顕著に なんていうのななんか例えば、4年生大学の進学者8割、それに対してえ男性2割とかいうような状況が訪れるのであれば、うん、これなんか今の状況っておかしいかもしれないっていうふうに、まあ、考えるべき段階かもしれませんが、まあ、そのか基本的に劣後しているその女性のお問題に対して、まあ、過剰であるというようなことを、その何かエビデンスに基づいているのは、今、大変難しい状況だと思うんですね、まあ、それが、まあ、基本的な認識ですね。 あ要するに結果が何も伴ってないっていうことですねあ。男性と女性のその大企業における役員の比率でもそう、それから国会議員の男性女性比率でもそう、結果がついてきてないのに、そのプロセスに問題があるとか過剰であるっていうことは、これなぜなのかと。あの結果が出てからでいいんじゃないのかっていうことですね。うん いやー今、僕は現実空間にかなり悪い歪みが生じてて、これは勃発するだろうと見てるんですよね。つまり、例えば弱者男性っていうのは、議論っていうのはなぜ出てくるかというと、男性が強者でまあ優れてて、だから責任があるというんだけど、その中で例えば障害を持ってたり、収入が低いような負け組の男性たちは、じゃあどうなんだと。そのカテゴリーの中に自分を入れられてるけど、そうじゃない。 じゃあ、この自分たちを、じゃあ、なんで人は助けないのかみたいな議論をしてくる、要するにそれはカテゴリー化の暴力の問題ですよね。で、そこのことに当事者たちが声を上げても、それは潰されるわけですよ、差別だって言われて。うん、それは本人たちの心理として、やっぱり納得がいかないはずで,で、カテゴリー化のエラーの暴力が生じていることは間違いないんだから、単純に言って、もっとみんなカテゴリーを、カテゴリーに対して慎重になって、ね、もっとさ細分化して、左右をちゃんと理解するように。 しなきゃならないっていうかそれをすれば解決できるんだけど。 それをできる状況にみんなをすることは多分できないから、まあ分、基本の問題だと思いますよね、つまり、いくらでも細かいカテゴリーっていうのはあり得るとで、別に細かいカテゴリーの人が排除されるべきだということを全く申し上げているわけじゃないんですね、つまり基本的に困っている人っていうのは、まあ、何らかの方法で救済されるのが好ましいと、しかし、解像度のまさに切り方の問題でいうとどの、どの水準で解像度を置くのかっていうときに、男性、女性ってはかなり荒い解像度ですよね。うん で、この問題っていうのはもういつからかわからないレベルで解決されないままに放っ,っておかれていると。で、もちろん LGBTQ とか、あそれから男性の中にも収入格差とか、あなんかいろんな線の引き方当然あり得るはずですね。それから民族とか、うん、あーそうですね。それから何ですかね、学歴とか。あのこれもういくらでも引いていけると。で、別にあのその問題が重要でないということを申し上げているわけじゃなくて、 かなり昔から明らかに分かっていて、えー、で基本的にはまあ50%、50%で人口の比率を占めているその線の引き方においてさえ、えー、顕著なあ問題が残っているで、その問題を放置したまま、いやいや、その問題,は、まあその,問題の解決というのは、まあ、さておくとして、もっと細かいところに問題がある、でその問題に対して抑圧的になる可能性がある、うん、これ、僕の考えで、これ別の水準の問題だと思うんですけどね。 うんあまあ、現実にでも、像が高まってまして、衝突があって、やっぱり犯罪的な現象にもな,なってるように、僕はネットを見てて、えー、日本のネット見過ぎだと思うのは、現の水準っておっしゃいますけど、それって、現説の水準って一体なんですかね、何かこう、なんだろう、えーと、例えばその手の現説が増えてるとか。 どっちかっていうと犯罪発生件数を含めて、基本的に、あの、なんていうのかなあ。日本の社会って基本的に安全になってる。犯罪の発生件数も認知件数も、まあ、減ってるわけですよね。その中で、そのナラティブに、えー、動機づけられて、 えー、凶悪犯罪を起こす事例が増えているというような認識は僕は今のところ持っていません。うん、といったときに、そのナラティブの水準で、まあ、言説の水準で問題があるというのはど、どういうレベルの話をされているのかって、ちょっといまいち把握しかねるんですけど、どううなんでしょうか例えば最近、在日の施設に対する放火が行われましたが、そういう事件はこれまであんまりなかったように思うんですよね。 そうですかね、あの在日の人たちに対する差別とか、あそれから2010年代にまあ何度もあった、まあそのまあ、これいいのかどうかとい,ういろんな意見がありますけどお、まあそのえー、差別主義者と、それからカウンターの人たちの衝突とか、あ基本的にカテゴリーとしては同様の問題じゃないですか、ね、それはたまたまエスカレーションしたのか、のかあそれとも、お あそれが何らかの傾向とかあ、因果関係とかを見出すことができるのかもしれないけれども、基本的には従来と同じカテゴリーの延長線上にある問題で、それがジャスターケースなのか、うん、あそれとも、まあ、トレンドなのかっていう判断は現状ではちょっと難しいのかなという気がしています、うん、例えば、障害を持った人を大量に何十人も殺すとかっていう事件も起きましたよ、ね、それ、大量発生してますか、その事件が。いいや大量発生はしてないですねただ えー、例えば、通り魔、僕、登戸で遭遇した通り魔の事件は、やっぱりあの非正規雇用で働いてる男性が、えー、お金持ちの行くような学校に通ってる私立の小学生たちを大量に殺すという事件で、それはつまり、もう,こうその問題の表れだと僕は思うんですよね。 いわゆる金持ちリア充に見えた子どもたちを殺戮することで一つの揺さを晴らした、そのまあ現場で血が飛び散っているのを見ましたけどね、うん、結構。いやいや、それを見たということと、ね、それがそういう問題がたくさん生じている、それがしかもアイデンティティポリティクスに起因する問題であるということは全く別問題だと思いますね、うん。そこでそういう人たちを狙うということの判断をすることに対しては、アイデンティティによる 敵と味方の分断線が影響してることは間違い,ないと思いいいな思ますいやいや間違いないっていうふうにちょっとあんまり決めつけすぎない方がいいと思いますよ。これやっぱり基本的にトレンドの問題でまあ,あのその手のナラティブっていうのは例えば秋葉原の事件からして何度も繰り返されてる問題,、うん、問題ですよね。まだだしの地獄だってそう三田宗介先生のお仕事だってそうですよ。なのでトレンドとして近年その急速に。 うんアイデンティティポリティクス的なナラティブに,に対するその反発心があ凶悪犯罪の原因になって増えてるとはちょっと言えないんじゃないかなと思いますけどね、そこまで言うとちょっとどうなんだろう、どうかなという気がしますけど。うん、<laughs> はい、あの、私はですね、その、なんだろう、こあ先日ね。 世那覇淳さんの「過剰可視化社会」っていう本も読んだりしてここにもそのタグ付け文化のあ、まあ、悪い点みたいな書かれててそれを読んでると、まあ、その本当だよなってなんか大きなそういうくくりで自分をくくっちゃって小さな差異を見なくなってしまうでそういうのを無視してしまうっていうのは本当あるよなネット上の特にツイッターとかにおいてはっていうふうにも感じましたし。 私が藤田さんのねこの広角軌道体論の中でなるほどなと思って線引いたのがそのアイデンティティが不安定だから自分の頭で考えずセットメニューのように用意された考え方感じ方のパターンをコピーしてゾンビかクローン人間のように無個性な反復機会に自ら成り,り下がってしまうのだっていうふうに書いてあって。 いやそれはそういう面もあるみたいにすごい思ったんですけどだからまあ今ねでも西谷さんのご意見も聞いてると本当問題が解決されてないままでマイノリティのマイノリティ性が解決されてないままで何、まあ、だろうそれを問題視するっていうことにも問題あるとも感じたけどでもアイデンティティで自分をくくるっていうことはまあ 本当万々歳なことばかりではなくて、ある種、危険なことでもあるんだなっていう。いやいや、課題がないっていうことは言ってないんですよ。課題はそれはある、うん でだけれども、その課題をことさらに取り上げることよりも、男性、女性もそうかもしれないし、LGBTQ もそうかもしれないし、まあ、その比較的分かりやすいカテゴリー間の間にも不,あの、まあ、あ不公平性が残っているといったときに、まあ、その課題面だけをことさらに取り上げるっていうのは、大変あのおかしなことではないかということを申し上げてだです、ね、課題がないたないですようん、うんうんうん なるほどな、などちらを競争するかって、強調するかって言ったときに、課題面だけを強調しすぎると。それは大変バランスが悪いんじゃないか、ということを申し上げているわけですねうん、うん。ありがとうございますあの、すごい勉強になったし、今、お二人あの、チャット見れますか？YouTube のチャット。むしろね、ね<し>僕、普通に書いてますよ。そうそれ見えてて、だからあの、お答えしたい。最後、その15分ぐらいで、ナッチについても。 聞き伝えたいなと思ってたんですけどもしお答えしたいあの質問ご質問とか皆さんのコメントがあればぜひお願いしたいんですけどたくさんあるので私が選んでしまうよりどうでしょうどれか触れておきたいものがあれば僕は選んでいただいた方が嬉しいかなあそうですかいやそうですねうん 多様性への寛容を求める声も、ツイッター界のハッシュタグ運動だけを見てると、ノイジーマイノリティに感じてしまうのかもっていうふうにあって、今日聞いてたお話の中でも、その自分が見てるとか触れてる言説空間がどこなのかっていうのも結構関係してくる,るなっていうふうに思いました。ツイッターを見てると、 そういう。いや、うん、ツイッター見てても、人によって見てるものは全く違うと思いますね。うん、ツイッター見てるから、<う>えっと、例えば、僕と第三と藤田さん、同じ原実を見てるとは、全く限らないと思います。うん、そうですね。えー、確かにな。それは本当に、あの、残り十五分じゃ聞けないですけど、それって、本当に、この民主主義とメディアっていう、中の大きな大きな。テーマで、人によって見てるものが違うから、みんな共通の、なんだろう、問題。 とかをそれこそこのジェンダーマイノリティとかもそうだけどそういうのだって関心ある人はすごいそういう関連のが流れてくるけど関心ない人には全然目にも入らないっていうのは起きてる気がしますね。うんはい、ということでちょっと残り15分のところで、うん、ナッチについてもお伺いしたいんですけど、うん、ナッチっていう単語も私は以前までは知らなくてお二人がそれぞれ あの外で語ってらしたことがあったからなんだそれはっていうので気にしだして知ったぐらいなんですけどそのナッチっていうものについてもちょっとだんだん最近話題になりつつあるんだと思いますけどこれもその民主主義との関連の中でどういうものであるっていうのをちょっとお伺いしたいんですけどどちらに聞こはいあ 多分この文脈でナッジの話題が出てきたというのは、多分そのナッジというのは、そっと押すみたいな、えー、意味合いで、うん、まあ,ある人をまあより良い判断の方に誘導するための、えー、特に意識に上らないような仕掛けみたいなことで、まあ、行動経済学の方で言われてるんですが、そういうのを採用しようという流れを言っているのはサンスティーンとか、キャスサンスティーンとか、うん、あのネットの民主主義を考えてきた人たちで、えーまあ 彼らが彼女たちがそういうことを言ってるわけじゃないんだけど、えー、おそらくはネット上の人々がうまく判断できなくなっている、あるいはネットのアーキテクチャとかシステムのおかげで、Facebook だったら自分の政治思想の好みのものだけ出てくるとか、あるいは自分の 属しているような界隈の意見だけが出てくるとか、そういうふうなクラスターポリティクスっていうのがあるんですが、そのクラスターに応じた政治的なことをデータ的にやられてるとかで、いろんなことが機能しにくくなっているというような時に、に、民主主義がこれまで通りの討議的な議論して、理性的に意思決定していこうっていう、民主主義が機能しにくくなっている時にどうするかっていうことで、確かにナッジが提案されてるはずで、それはもうナッジ、インターネットのシステムに、 よ,よくなる方向に誘導するということで、要するにもう人々の理性とか、えー、闘技的な、えー、理性とか、闘技空間の価値をあんまり信じてなくなって、多少誘導するって、多少エリート主義的な側面があると。か民主主義が 個人が自由に好き勝手にやってることの相対で全体が良くなるということを理想とするシステムであるんだとしたら、えー、人間と人間の間にあるメディアであるインターネットをちょこっといじって、全体が良いようになるようにするっていうのは、一つの発想としては、僕はよく分かるす。まあ、そのうちの一部のナッジだと僕は理解してて、えーまあ、そういう方向に行く可能性もありますよね。まあ、人間が理性的な存在じゃなくても生きていけるようなシステムができるかもしれないですよね。えーえー ははい、はいいありがとうございますそのナッチ政治に絡めないでナッチ行動経済学の文脈でのナッチっていうのは私これ先日調べて知ったんですけど爪めかむ癖がある人が爪に苦いもの塗るとかそういうのもナッチの種類だっていうふうにも聞いてあそうですね <laughs> そう、えー、依存症の人が何かやめやすくするとか、ねまあ、いろんなことが提案されてます。うん だからそれも使いようによっては本当ねいい,いいものとも考えられるというか、まあ、依存をね立つためにそういう方法というに頼るみたいなことは、うん、あの使,使い方次第なんだろうなみたいにも思ったんですけど理性的じゃなくても行動できるようにって聞くと本当になんかあのもう考えないで人々が考えない前提のもとの ねえあのを上の人たちというかそれ考える側なっちを制定する側の人たちは 想定ししててんだなと思っ悲いやいや、そういうものじゃない,ないんですよ。あ、そうなんですか。えっと、な、な、え、じ、っとまあの出発点ってどこからかっていうと、まあ、行動経済学って言われてますけど、うん、基本的には心理学です。で、心理学の世界の中で、うん、インセンティブのパ人間の,その認知に関する研究っていうのが実,あの実験で進んでいったと。で、経験主義的にさまざまな形で明らかにされていたと。例えばあ基本的に同じ 単位の量を得る場合と、例えば失う場合で、失う場合の方がですねマイナスの認識を人間は強く持つというその主観が、です、ねうん、主観のそのパターンですね、その解明というのが明らかにあの、まあ、進んでいったんですね。でそういった心理学の 認識を経済学の分野まあ持っていこうというような流れがあったんですね。うん、でダニエルカーネマンという人がいて、彼は心理学者で初めて、えー、ノーベル経済学賞をもらった人だと思います。でダニエルカーネマンなんかがあの橋渡しをしながら。 でまあ、先ほど藤田さんがおっしゃったような、セーラー,あー,あーとサンスティンですね。うん、サンスティンは憲法学者です。で、えー、セーラーはあー経済学者ですね。で、まあ、彼らがあ定式化とかあ、それから制度への実装とか、あそれからそういったあそのナジを応用したあ規制のありようについての、さまざ、あ、まなあ論文とお、論文や書籍をです、ね、大量に書いていったと。 というところが、この問題を大きく、その加速させることにつながりました。で、90年代からまあ2000年代、2010年代頃にかけて、世界中でですね、この応用とこういうのが認め、あの、試されていきました。 でこのナッジのポイントって何かっていうと、これ人間を操作するっていうところにあるんじゃなくて、セーラサンスティンは面白いことを言っていて、えーまあ、特にえっとサンスティンが言ってるんですけど、えー、リバータあのナッジっていうってリバータリアンパターナリズムだっていうことを言ってるんですね。リリリバータタアンパターナリズムってのは大変こう 相反する概念なんですねつまり自由しあの。自由市場主義者と、それからまあパターナリスティックな、その不遍主義者を接中するようなツールであるっていうようなことを言ってるんですね。これどういうことかっていうと、うん、アメリカにおいては、あ片方にリバタリアンっていうのが根強く存在すると。で、もう片方に、えー、これは、 えー、左派のことですけど、もっぱら左派が念頭に置かれてるんですけど、まあ、連邦政府に、えーまあ、多くの権限を与えて、多くの規制をお、まあ、もたらしていこうとするような、これ、不権主義者ですね、っていうのがこう相反するところにいると、でリバタリアンパターナリズムっていうのは何かっていうと、その折衷案でインセンティブを導入することによって、基本的に政府にとって好ましい、えー、インセンティブを導入する、しかし例外も認めるということにおいて、えー、リバタリアンも納得できるような。 政策体系っていうのを用意することに意味があるのであると、でしたがって、えー、政府は政府の観点から、ナジーを導入した政策を用意するが、基本的にそ,こそ,その外に出ていくことっていうのも可能にしましょうよということを言ってるんですね、その時にデフォルトルールの問題っていうのを挙、まあ、げていて、標準的なルールを,を、まあ、全体の構成にかなうような形で設計しておいて、まあ、そのデフォルトルールから逸脱することも可能にするように、えー、制度設計しましょうということを言ってるんですね。 でなので、えーまあ、必ずしもですね、その不権主義的なエリート主義的操作ということは念頭に置かれてるわけではありませんし、まあ、アメリカやイギリスにおいては、例えばアメリカにおいては、サンスティン自体があオあイラというですね、えー、そのお連邦政府のお政策のお統括しているところに入って、ですねこのナジの設計をやったことがあるんですね、まあ、ただ、あオバマ政権倒れるのとともにサンスティンも抜けてしまったので、えーまあ、そんなにうまくやったとっ。 わけではないんですけど、それがイギリスにおいてもですね、えー、ナジユニットっていうのがまあ、政府の中に置かれて、えー、このナジを使った政策軍ていうのはま考えられた。まあ、しかしこれもですね、えー、中途半端な形で頓挫してしまうというような状況になってます。で日本においてどうかっていうと、そんなものを政策に全面的に導入するどころか、えー、投入されている予算もですね、よくわからんと、予算決算の対応関係もよくわからんというようなありさまなんで、えー、全くそんなものを心配する条件ないと思います。 むしろや、<う>やっててほしいぐらいなんですけどね。僕たち。そうですね。そうそうそう,そう。ええー、そう。 そもそも中途半端にあの環境省にナッジユニットが置かれたことによって何のこう影響力もない方日本の場合あの環境省でナッジユニットが置かれて実証実験というのをやったんですけど、まあ、言ってみれば環境省っておまけみたいな省庁ですので、うん、全然政府の政策に対する影響力がないわけですね。<laughs> なのであの何の意味もなく現在に至ってます。<ー>だからむしろ、まあ、僕ナナ反対派じゃないんでそのレバタリリアンパターナリズムって要するに、まあ 個人の自由とかを犯されるのが嫌な人たちがまあ多い国だから、犯さないで、しかもまあ全体社会なり国なりの利益が最大化するようなまあ考え方ですよね。だから、個人がえ自分の意思でえ判断し、自由意思はえ残したままえ何かいい方を選ばせる。言い方次第によっては、自分が自由だ自由に判断してると思わせながら、ある方向に誘導してるんですけど、つまりま、間のその両方の間をどういうシステムなり制度なりを作る。ことに 作るかによってまあ最適な状態にしようっていう、まあ、それはね僕むしろいいと思ってるんですよあの否定派じゃないんですよむしろもっと早く日本がたくさん導入すればいいのに、えー、導入してくれたらまあ文句も言いやすいしね、その何時がこうだって、うん、でももっとちゃんと導入される方がこの国には必要だという立場ですよ僕はむしろ、えー、ば体最適化した方がいいと考えてますからねそうしないと前いたこと え、そうしないとまずいだろうっていうのは、そのふ府県というか、今権力持ってる人が好き放題やってるからってことですか？あ、いやいやいや、うん、そのもうもう国が持たないんじゃないかと僕は思ってるんですよ。へえー、どういう点にで特にそう感じるんですか？うん、まあまあ少子高齢化とか子供の数の増加とか、まあ、ねまあ、いろいろですよね。うんちょっとそういうの大規模に導入しないと、ちょっとどうにもならない状況に来るのかなと。 うんそか今、ご質問でファスト＆スローとかかなってきたけど、私、それも知らないんですけど、何ですか？ファスト＆スロー。ダニエル・カーネマンの書籍ですね。<laughs> えっと、早川文庫になってると思います。えー、一冊千円超えるような分厚いやつで、上下巻になってる。そうなんですね、うん、カーネマンの、ね、<う>インタビュー集が面白いんですよ。えー そうなかなか前回藤田さんにあの正義について考えるには何がおすすめですかってこの配信を見た方がもっと知りたいっていうふうに言ってくれてでそれでお答えくださったのがえっと正義ですよね、まあ、そうの正義ですよね正義ですよねはいっていう本で私もそれ買ってみたんですけどそれもなかなか読み通すの難しかったです、えー、<laughs> だからインタビュー集とかそういう対話集みたいな方が、うん 確かに入りやすいのかなっていう気はしますね。はい、セーラーの自典とかも翻訳になってますよ。えっと、セーラー。行動、えー、経済学の逆襲とかだと思いますね。あ,ありがとうございます。セーラーとサンスティンの間で、えっと。 ええとねリバータリアンパターナリズムっていうのを言い出したのは自分だってセーラーは言ってて、うん、サンスティンに横取りされたっていうふうに言ってて、うん、サンスティンは自分がまああの考えたって言ってるんですけど、えー、<laughs> まあどっちが本当なのかよく分かんないですけどもいずれにせよ自伝おもいですよへえー、ありがとうございますそうかじゃあ,あのそう悪いものなんか民衆がもう考えないからその考える人たちが理由なんていうのそれをうまいこと 利用しようとする悪いものなのかなみたいに思ってたけど、<laughs> そういう、そういう感じじゃないっていう、ねい。だから、その、つまり民主主義というか、我々の未来を自分で決めるということが民主主義なんだとしたら、誰がどういうふうに設計するのかを、うん、我々がもうちょっと考えて監視しないと本当はならないと思います。だけど、今、民主。うん 一般企業とか政府とかが、でかい組織が、うん、で要するに今、ラジ的なものを使ってんるのは、要するに SNS の作ってる企業ですよね。Twitter とか Facebook とか。その人たちが、行動経済学とか心理学とか、まあ、脳神経科学とか認知科学とかの知見を応用しまくってますから、うんえー、マイクロソフトのかなりの部分がそのラボのはずですよ。 ことを意識化してちょっともうちょっと一段階引いて考えてもいいのかなっていう気が、イーロン・マスクのツイッター買収とかいろいろ見てると、思わなくもないですね。うん、そのメディアの状況をコントロールすることが政治状況に影響するっていうのは、中国とロシアの状況を見てればはっきりわかるんで、うん、そこら辺をちょっと考えなきゃならない時期が来るのかなというか、最近忘れられてるなと。 あの0年代のアーキテクチャ論とかの流行を近くで見てた人としてはちょっとね、ちょっと忘れすぎてないかなと心配にはなったりしますけどい、ね、かがですか、西田さん。 んど,どうなんですかね、まあ。2000年代と比べると、まあ、基本的にはその巨大プラットフォーマーとか、その素朴に GAFA みたいなものがあ我々の,その、まあ、いわゆる公益みたいなものにかなうっていう認識はだいぶスライデると思うんですよね。で欧州中心に、まあ、GAFA に対して包括的な規制をかけていこうとか、あまあ、日本ではちょっと今のところ導入されてませんけど、お をま、たあの顕著な金額の制裁金を課すとか、まあ、そういうふうになってきていて、でまあ、やっぱり2000年代って大変素朴で、例えば Google があの政府と緊張関係になって、でどっちかというとその、そ緊張関係にあるというのはいい意味で使われてたわけですよね。えー、先制的な政府を打ち倒すそのポテンシャルにそのガーファー的なものになるんじゃないかとか、まあ、そういうほど単純でもなかったとか、あそれから えとドーージョナサン・ジット・レインっていう、えー、と有名な、これもアメリカの健康学者がいますが、えーと、デジタルゲリマンダリングっていう論文を書いていて、これネットにも転がっているので読むことがあできます。で、何かっていうと、例えばそのグローバルプラットフォーム企業が、あ仮に自分たちの好みのおせ、えー、政党や政治家に対して、得になるようなあ何か操作をしていたときに、それっていうのは、あのー えー、そうなっっってててるることととを実証ししたりとかするって大変難しいことだとでそれはまあゲリマンダリングの、うん、ゲ,ゲリマンダリングっていうのはその票の区割り表というか選挙の時の区割りですね、えー、区割りを昔から恣意的に操作することをゲリマンダリングっていうふうに言ってきたんですが、まあ、そのデジタル的なものが我々を追いつくしているような状況においては、まあ、そのデジタルゲリマンダリングみたいな状況があるんじゃないかみたいなことを言って でいるということにおいては、まあその素朴に、えー、プラットフォーマーに対してこうなんかこう心を許すっていう状況ではないのかなっていう気はしてますね。でただし、まあ規制のツールがあんまりなくてですね、まあ国内で。 えー、そもそもビジネスをやってるってことを Facebook とか認めないわけですよね。Facebook、えーえっと、社は日本においてはですね反復継続的なビジネスを行っていない、従って、えー、登記しないっていう、えーえー、論理を取っているんですね。いや、そんなバカなみたいな、Facebook の,の広告とか我々目,、うん、目にするわけですよね。Facebook 開くとなんかよくわかんないウェブ広告出てくるわけです。うん、まあでもそれは彼らに言わせれば本格的なビジネスではないっていうようなことのようなんですけど。えーまあ、というようよな、あのー 外資系の事業者に対してどうやって、えー、規制をちゃんとかけていくのか、うん、まあそういう問題があるのかなと思いいます、ね、ーいや馬鹿にされてるのかなって思いますね、そのフェイスブックの件を聞くと、なんでしょうね、そんなわけないだろうって思うけど、それがまかり通っちゃってるのが不思議なぐらいですね。 ううまあ、ちなみにわれわれは今、ズームとユーチューブを使ってますが、そううそそんんりませれって規制を作るとしたら、その国内法というか、日本の国内でそういう法律を作って、どうにかできるものなんですか基本的にはそれしかないと思いますね、まあ、国内法か、それから条約ベースでまあ国際的に網をかけていくかという感じじゃないでしょうか。 だけど日本政府は多分やる気はあんまりないんですよね。えー、ヨーロッパ型のやつはやらないつもりですよね。えー、かどうですかね、まあ、どちらかというと欧州型の規律に向いていくんじゃないかという気はしますけどね、えー、どちらかというとアメリカとでやや保とを分かつのかなというそうなっています。 えー、面白かった今日もす、えー、要するに理屈は簡単で、うん、ガーファーっていうのはアメリカ企業なので、まあ、米国政府の利益とまあ重なってるわけですよね。はい、それに対して欧州もそうですけど、うん、お他の西側諸国って必ずしもあのガーファーが儲けすぎることっていうのはあの、うん、利益にかなわなわい,っていうことですね、うんうんうん、どうなっていくのかなっていうところですけどあの来月はねあのさっき冒頭でもお話に出ましたけど7月10日が。 参院選でこれを見てるような人たちは投票に行くと思うんですけどそれぞれの,あの、ね、支持するところに投票に行くと思うんですけど本当にこういう問題というかね、まあ、民主主義とメディアっていう大きなテーマで今日のお話も聞きましたけどちゃんと一人一人が考えていきたいっていうぐらいななんかあの小学生みたいなことしか言えないですけどでもそういう。 ことも本当に大事なんだろうなっていうのは思いました今日のお話聞いてで立法事実ってのは大変重要で多くの人が不満を示すとか、はい、異議申し立てを行うこれ大変重要なことなんですよ、うん で海外企業事業者もおそういうことがあるとブランドイメージが下がるのでしょうがないから対策するわけですよね。うん、なので、例えば誹謗中傷問題でも、まあ、昔からネットの誹謗中傷問題ってこれ、もう深刻だったわけですね。だけれどもやっぱり、えー、先般、大変有名なそのテレビに出られてたじ、まあ、女性が亡くなったりとかすると慌てて海外事業者もです、ね、対策するわけですね。それまでふあの規制当局とのコミュニケーションもです、ねまあ、大変こう、えーまあ、その上から目線というのが あ中期だったものが、あじゃあ対策しますというふうになっていくわけですね。まあ、なので、多くの人が問題を認識して、いい申し立てを行うというのはこれあの大変重要だと思います。その意味で日本の消費者いうのは大変素直というのか、羊のようですね、もっと不満を述べるべきだと思います。<laughs> うん、そうですね消費者としてもそうだし、まあ、市民、投票ということだったら市民としてもそうで。 投票も異議申し立てになるということなんだと思うのであの、ぜひ皆さんも選挙に行きましょうという終わりで締めたいと思うんですが、お2人のね、この本は今日のこと、そのアイデンティティ政治のことについても書かれてますし、西田さんの本では、ツイッターの,のさっき面白かった読み返してて面白かったのが、ハッシュタグをつけて拡散すると現実になる印象がありますが、ツイッターで政治って動くんですかっていう質問に。 対してあのお答えしてたりするので今日のお話が面白かったと思った人はぜひ買ってください皆さん <laughs> はい <laughs>、はい、ということで今夜もあ,のありがとうございましたまたぜひぜひお話聞かせてください、はい、ご視聴いただいた皆さんもすごいたくさんコメントくださってありがとうございましたまたあのお招きできるように企画を何かもしお二人に聞きたいこととか あったらぜひ声お声で寄せてください。ありがとうございました。はい皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。うん